せーの,ーのおしゃべやふわさき男子会 YouTube ライブ、イエーイ始まりました始まりました、えー、皆さんこんばんは大悟保太郎ですこんばんは立石紹之ですさあ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 ,さあおしゃべや3周年特別企画、はい、七夕にお届けする生配信リレー第4弾4<段>ふわさき男子会の配信です生配信ですイエー,イイエーイ 生配信初めてです、ね、俺ら初めめててでですすねね俺このリレーということでね第4弾なんですけれどもは、うん、はい、はい今回はね YouTube ライブのほかにツイキャスと l i n e ライブの方でもあのなんと増えているので皆さんどちらか見られてるんでしょうね<ら>皆さんは。 見てくれてる皆さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。これどうですとしくん。生配信とか、のなんかその経験みたいなものは。生配信、まあわりかしあるけれども。はい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 。なんといっても、僕たちは初めてですからね、二人でやるのは。そうですね。二<う>人でやるの初めてですもんね。そ,そして、なんかこう、まあ、いろんな企画が今回。生配信に、なんか。うん。なんていうの。そうですね。いろんな。ならではであったりか。あるんで。 いろいろこの後してやっていくと思うので、皆さんぜひぜひ楽しんでいってください。はい。さあでなんかどうです最近。どうしてなんかしてます？何してます？最近。前回だってあったのね、二ヶ月前とか。そうですよね。そういう感じなんで久しぶりに会ったよね。うん。あの時はゲーム。あ、そうだ。してるって。あの時はゲームやってたね。はいはいはい。今もう一切ゲームやっておりません。ええ？やめちゃったんですか。今ね、やってませんね。え？ ななんなら今ちゃんとこう食生活を見直してあら筋トレまでもしてますえー、でも確かにちょっと出ュッてした気がしますねマスク越しでも分かるって言ってくれたぐらい僕は最近何してるかなうん,うーん韓国ドラマ見てます <laughs> <laughs> いやそれがですね聞いてください皆さんなんかね小太郎ちゃんはまってるんですよじゃあちょっとじゃあ皆さんちょっと皆さんに見せてあげたらはまってるやつですかってるね アップで見せますか見せちゃおう見せちゃうんですか挨拶挨拶かかりこれにかわいいかわいいさっきねあの告知じゃないけどさ番宣じゃないけどほら撮ったじゃんインスタとこの動画を必ず最後に小太郎ちゃんがねこれ入れるからじゃあの韓国ドラマ見てますいや見てないやるんですよそうなんだこってあれがすごいんですよなんかおおってなるんです なんかかわいいハマってっあれがあれがいいねあれがいいんですよ <laughs> <laughs> さあさあさあそんな感じでね <laughs> そんな感じですけどもね進めていきましょうかじゃあそれではサロさん始めていきましょう、はいはい、せーのオールナイトニッポン,ッポンはい。大醐小太郎と縦石俊樹おしゃべや YouTube ライブーあら わかりますよ。期待してる。ではせっかくなんであのリーさんにプレゼントするチェキを今日は生で取っていきましょうか。あ今ですか。ここで取る。ここでお互いがお互いのことを撮って行きましょう。あらお互いがお互いを取った後に二人で取ったりと。あなるほどなるほど。それは皆さんにプレゼントすると。はい。じゃ早速僕たちでチェキを取っていきましょうか。思います。あれチェキありますねこちらに。 テレビショッピングみたいって言われました確かに僕もテレビショッピングを意識して皆さん言いましたえっとじゃあコタロちゃんのやつから撮っていこうかなあらえ二2人がいいですよいい人がまずは2人 ?2 人がいいじゃあ2ショットねじゃあここコタロちゃんを押してくれここそうどこ見るんですかここ見ればいいかなはいいきますいーはチズ よしこれコツはですね取った後にちょっと動かないっていうところがコツなんですよえじゃあどっちから取りますえじゃんけんでじゃあ勝った方から取れるよしましょうせーの最初じゃんけんぽい。え勝った方から取れるあ取ってあげるってことだよ俺そういうことじゃあ行くよ俺はもう今最近絶対このポーズこのポーズで決まってるんです今日はもうこのポーズしかしませんこのポーズしかそれは言い過ぎわかる。 きますはいチーズいやかわいいねそのポーズハマってんの撮れましたなんかね最後にキュッてその何動画の最後にさキュッて出すのかわいいのよ恥ずかしいねんかじゃあ僕が代わりに撮れますねフィルム切れですねフィルム切れフィルム切れでだそうですあれん生配信なんで2枚撮って二2枚撮ってフィルム切れありますあります生配信なのでまあでもここにねこの そうなんです。余りがね、たくさんありますから。これって何枚取りましょうかね。いっぱい枚くらい取るんですか。まあ七枚とか八枚とか。そうだね。七枚八枚ぐらい取って。あ、もう慣れてる。付け替えもできるんだ。確かに。これ。あ、OK。あべ。ましい。どこ取った？どこ取った？もうこれこれ違う。これはなんかプレゼントですか？これいやこのからですよ。からの。からなんだ。ええ。一万目だけ。そうなんだ。そうそうそう。すごい。多分あの密閉してるんでしょうね。 じゃあ、トコロちゃん、取ってくれると、取ります、取ります、どうしようかな、確かに、何のポーズするんですか、すでかこれですよね、ここか、あそうそう、あそこ、隠しちゃだめよ、行 <laughs> いきまーす、はい、チーズ、ケー <Okay> さあ、では、はい、最初の企画をお届けしましょう、ディリリリリン、ナ7七七七チャレンジ、<ー>イエーイ さあさあ本日は7月7日七夕の日ということで数字に7に数字の7にかけた企画をお届けしますどんなことをするのかと言いますと僕たち2つが7つの7僕たち2人だ7つの7に関するお題そして質問に答えていきますただし普通に質問に答えるのではありません七夕の日一年に一度だけ会える織姫と彦星のように息ぴったりで えー、回答を一致させていきます、はい、ちなみにこの回答はこのスケッチブックで書きますそして質問にせーので答えてなるほど見せてはい、はい、相手の回答と一致できないか一致できてても質問とは違い<ー>全然違う見当違いな答えを出してしまった場合は、はい、罰ゲームが待っているのですがはい、はい、その罰ゲームとは何ですか7分の2の確率で、はい 激がが待ってますやだこれはねきたしかもあれなんだあの2人で取ってくんじゃなくてもうすでにこっから7分の2なんですねあそういうことあっでもいいことじゃないそっかそっか当たる確率はちょっと減ったのかそうだよね多少減ったんですねよかったほんとはさっきまではあのわさびを入れたシュークリームだったんですよねそうだよね試しに僕があの食べてみたんですよね あの辛くなかったんですけどお腹がちょっとねあねちょっと気持ち悪くなっちゃったのでキューあぶってねセンブリちゃんに変えましたセンブリちゃんもきっと苦いんでしょうけど苦いけどねあるめちゃめちゃ苦いめちゃめちゃ苦いんだ結構やりたくないやりたくないけどでも楽しみだよねまあでもゲーム自体は絶対楽しい当てればいいんですからそうだ当てればいいということで罰ゲームを受けることになったとしても7分の5の確率で罰ゲームを回避できるということなので相手のねうまく思考回路を読み取って えー、解くことが、えー、大事になるゲームとなっております、はい、じゃあさてさてということで最初のお題はこちらですじゃじゃんなんでしょうか七福神とええ、ちょっと待ってえーっといや、ま、えっとですねえーはい シンキングタイムですよ、これは。<laughs> まだ、えっ、ー、と、お互い。なるほど。喋っちゃいけないそうですが。ええー。七福神。えー、福神漬けみたいな。そもそも。すみません、あの。ちょっと待って。七福神。待て,待て、待て。七福神って、もしかして、あの、その、それぞれの名前の話。だと思います。うわ、七福神って。これ、ちょっと。 いやでも行きましょうもしかしたら <laughs> もしかしたら合ってる可能性もありますからまあ一個目なんでやばい 1>, 1個目なんで行きましょう1個目で,七福神ですよ七福神皆さん分かりますか七福神そう七福神といえば絶対これですよっていうのを出し七福神なんかねあでもコメントを見たらもしかしたら答えが書いてあっちゃうかもしれないか確かに見ちゃいけないですね今の間だけはちょっとコメントを見ないでおきましょう七福神七福神待って選択肢まずないな俺ら そうですねまあでもあっ,あっオッケー唯一わかる、えー、ちょっと唯一出てきました多分多分こういう名前だった気がするんだよねえっまあでもなんかなんかこういうのあったよね7つありますからね <laughs> そうだね七福神なん何かしら いや頼む気がしますよさあ答えは出揃いましたでしょうかオッケーですということでじゃあいきますよせのでいきますょうので発表するかいきますせーのじゃあしシャンボン店食福人いるのそんな人えちょっと待って人あれこれって一致しなければ2人とも飲むの 二人ともじゃないですか。二人とも飲むんですか。二人ともだと思います。え, <laughs> え？やばい。全然わかんない。七福神。ちなみにビシャモン店はいるそうです。ほら、俺はいるじゃん。<laughs> 俺はいるじゃないか。<laughs> ビシャモン店はね。<福>え？あと何がいるんだろう。ああ<ー>、い聞いたことあります。あるね。エビス様。